配信できました配信昨日の予定では配信確率 60% ぐらいでしたけれども、全然ゆっくり配信できそうです。こんにちは。ではキャッチフレーズをしたいと思います。はい、48グループ1のいろしろ AKB48 チームエイト、チーム4県人の長野セリカです。セリカって呼んでください。セリカよろしくお願いします。こんにちは。髪色がとっても明るくなってきました。染めた時より明るくなって嬉しいです。今日のメイク好き。薄いですけどね今日はレッスンだけなので、もうめちゃめちゃ薄薄メイクです。着てる服が黒いから明るく見えるっていうのもあるよね。ねえ、こんにちは。今日は何してますか皆さん。私は今日もお昼まで寝てメイクしてって感じ。今袖の柄お花じゃない？ X ガールのロンティー着てます。これでレッスンしてきます。買い物してました。おーいいね。私最近めっちゃ帽子欲しくてですけれども、なんか昨日もね見に行ったんです、帽子を。でもなんかあんまりなんかなくて結局買いませんでした。家でのんびりいいね。そう、どんな帽子？とりあえず黒、とりあえず黒の無地でなんか帽子でもあんまりなかったです、私的に。肩こりひどいからお風呂入ってた。お、お風呂いいね。ていうか寒すぎて本当に寒いね。寒かった昨日も今日も寒そう。すごいペンライトだ。ね、バイク乗った後ビール飲みながら今に至る。すごい、お昼ビール。昼はあったかい。ああ確かにね、急に寒くなったよね。なんか冬って感じした。なんか最近ちょっとあったかかったから、おとついぐらいまで。
なんか冬っていうことを忘れてたんですけど、昨日冬を思い出したよね。あ、冬ってこんな感じかと思って、手袋とかマフラーとかつけないとやっていけないなって思ったよね。足のつま先とかめちゃくちゃ冷える。それな、1月のコンサート当たりますようにね。来てね皆さん、コンサートワクワク、コンサート楽しみ。昨日塗った、そろそろダウン着てもいいかなね、思いました。ダウンでもまだ、いやなんかわかんないけど、ダウンね、中を厚着するのであればコートでも全然いけそうだし。ダウンどう思います？もう着てもいいんですかね。でも私はちなみにモコモコのパジャマにしました。夜は寒いんで、昼が暖かいから。そうですよね、ダウンはやっぱ寒くないと着ない。まあね、言うてまだお昼は15度ぐらいあるもんね。15、6度。でも秋の15、6度と冬の15、6度は全然違うけどね。お鍋の季節。お鍋ね、お鍋もいいけど、辛いの食べたいな。そう、暗くなるのが早くなった。そうなの、もう5時とか17時とかでも暗いし、なんか朝も暗いじゃないですか。なんか早起きの日とか起きれなそう。冬って起きれないよね。寒くてもうベッドから出たくないし、冬は朝が怖いね。ああね、すき焼きね、そう思いました。すき焼き食べたいね。すき焼きでもあんま食べないよね、そう頻繁に。お鍋とかはめっちゃ頻繁に食べるイメージあるけど、すき焼きはたまにですね、私は。そう、寝ちゃうよね。すき焼きと焼肉どっち派？それはね、全然焼肉かな。しゃぶしゃぶはポン酢派、ごまだれ派。
悩む。しゃぶしゃぶはね、ちょっとダイエットを意識してるときはポン酢だけど、普段はごまだれかもしれないよね。でもどっちも食べるね。あっさり行きたいときはポン酢だし、あ、なんかすごい。でもごまだれも美味しいしね。悩む。ごまも体にいいけど、ポン酢も体にいいからね。醤油？あ、醤油ね。醤油もいいよね。焼肉は何肉が好き？焼肉行ったで、私はホルモンは頼むよね。あとタンも頼む。一応ハラミも好き。いや、もう全部好きやんってなるけど。とは何かな。焼肉屋さん行ったらね、何頼むだ。でも結構なんか何でもお任せだ。一人で行くことはないんで、一緒に行った、まあ、メンバーとかにも任せる感じです。何でも美味しいんで。なんだっけ、軟骨も好きですね。焼肉とかじゃないけど。おいしい。ああ、野源軟骨ね。食べる係健在。そう、私結構ね、焼肉も結構焼いてもらうし、マジで食べる係。でもサラダとかあれば取り分けます。あの焼き加減とかは本当に得意な人いるじゃない、たまに焼肉は任せてみたいな人。そういう方にもお任せするんで、お肉の場合は。レア派、よく焼く派。ものによる。でもあんまレアの方が好きかもしれない。どっちかっていうと焼きすぎより。でもどっちも美味しいですよね。石焼きビビンバも食べるんだっけ。はい、ビビンバ好き。
分厚いタン食べたい。もうこのぐらいの分厚いタンがめっちゃ美味しかったんですけど、馬刺しも食べますね。馬刺しユッケとか、そうですね。鴨肉も好きです。熊本の馬刺し美味しい。美味しいよね。馬刺しのお寿司みたいな食べた気がする。美味しかった。ね、そうなんですよね。このペンライト可愛い。さっきから明日はね、ヨコちゃんの卒業公演なのでね、オンデマンドで見てください。皆さん来れる方は会場で。早いよね、本当に早い。もう正月だよってきてるね。でもまだ11月あと1ヶ月ある。もう11月もね、後半ですけれどもね、早いよね。今2021年で、来年は2022年。12月がまた早いね。早いよね、12月も。夏が終わると年末まで早い。確かに確かに。12月入ったらすぐにお話し会だね。ね、楽しみですね。年末は予定あるのかな。スケジュールによるよね。まだはよくわかりません。はやー、もうすぐ年を越したらエイトも8周年です。はやー、8周年だって。だってさ、この前3周年とかだったのにさ、もう8周年。8年なんて長いと思ってたけど、もうすぐですよね。なんか8年目ぐらいまで入れたらいいなって思ってたけど、もうね、秒だったわ。
3周年はさすがに結構前できてる。そう、生誕ティーのデザイン考えてるの？全く考えてません。確かにそね、8周年の前に生誕 T シャツのデザインですよね。でも意外と1月2月長いよね。そんなことない？沖縄に行ってから6年か、早ってね。いろんなことがありましたね、本当に。やっぱコロナで、コロナのね、時間、コロナのあれで全く活動止まった時がもったいないよね。あの期間もっと濃かったらさ、あれだったのにね、なんか長く感じてさ、あの時にめっちゃもう長期休暇みたいな感じだったからさ、家で活動休止してるんかと思った自分が。だからね、飛んだあのあれが、今までもうわーってやってたのが、こうなってたのがもうこうなって、でまたやっと今こうなってきてるって感じなんだけどね。すごいよね、映画の世界だけかと思ってた、こういうのって本当にこういうことが起こるんだって思いましたよね。だから早く収まってほしいよね。20歳も残り4ヶ月。それな、もうすぐ21。イエーイ。言うてまだ21っていうね。やっぱすごい中学生ぐらいの時から活動を始めていますと、すごいここ AKB に何年もいてもまだ若いねってなるからね、不思議。こんなにいるけど若いって言われるこのあれね。子役あるある。でもやっぱ8とかも、あの新しい子入ったら平均年齢下がってくるけど、意外と高いよね平均年齢ね。大卒だとまだ社会人じゃないしね。そうなんですよね、まだね大学生みたい。私何年まで活動できるかな。
まあ自分が決めることなんでしょうけどね。えAKB がある限りはできて単純に言った平均年齢8歳以上上がって、そうですよね、そうやそうや、できるだけ長いと嬉しい、そう言ってもらえると嬉しいよね。なんかいつまでいるのみたいな感じでさ思われる方が嫌じゃないですか。あと10年、あと10年はもう30歳、10年、今から10年か、意外とあっという間なんでしょうね。4日の献血啓発に行く予定です。できてる、よろしくお願いします。まだまだアイドルしてたい。そうですね、私昔言ったことあるかもしれないけど、アイドルにはならないと思ってたんですね。なんかあの小学校2年生ぐらいの時にあのママとパパが私が体柔らかいっていうことを理由にダンスを習わせてくれて、ヒップホップとジャズをずっとやってたんですけど、中学生ぐらいまで、小学校からね。でなんかそのダンス通ってるダンススクールがモデルとかそういう芸能系にすごく活発なところでしたので、なんかそういうきっかけでファッションショーとかで始めて、すごいモデルさんになりたいと思ったんですけど、まさか自分がアイドルになると思わなかった。将来の夢、なんか将来アイドルとかになりそうだねみたいな周りの人に言われても、いやいやアイドルはないですみたいな感じだったんですよ。だけど今バリバリアイドルやっているっていうね。そしてアイドルをこんなに楽しいって思ってる自分がいる、不思議。なんでアイドルになってしまったん。いやなんか私ダンス歌って踊ること昔から好きで、なんかプリキュアの衣装とか買って着てなんか踊ってたんですよ。めっちゃアイドルじゃない。でも そんなことやってた割になんかアイドルにはなりたくないみたいな感じで言ってたんですけど、でもなんかそうアイドルになってた、気がついたら。そう気がついたらね、ダンサーになりたい夢あった。あ、そうそう、昔はダンス習い始めた頃はそのダンスの先生に憧れてなんかダンサーになりたいなって思ってた。だけど歌もやる、少しやるようになって歌って踊れる人かっこいいなみたいな、あアイドルいけるんじゃないみたいな。そう、立派なパフォーマーになりました。パフォーマーっていうのはちょっとおもろいけど、せいちゃんはバレエやってたっぽい。あ、バレエのね体験に行ったことあるんですけど習わなかったね。体験に行っただけでバレエはやらなかったね。でもこんなに楽しいと思わなかった、アイドルっていうかこの活動が。なんか普通に人前に立って何かをするっていうこと好きだから、オーディションとかもめっちゃ受けてたし、
ステージに立つことを今までアイドル AKB になる前からやってたけど、なんかいろいろ思うことはあっても、なんか AKB の曲を歌って踊れるのってすごい幸せだなと思うし、神曲が多すぎてなんかもう全部いいなと思う。セイクがアイドルになったおかげで今を楽しめてる人たちがいるって素晴らしいこと、嬉しいよね。そう、私も皆さんがいてくれたから楽しいと思えてるわけであって、全然あれですけど、将来も人前で歌っていきたい。そうですね、需要がある限りはやっていきたい。ファンの方が一人でも見てくれる限りは頑張りたいなと思う。自分の体力と相談ですけど、そうだね。確かに8のメンバーとも出会えてよかった。でも私が AKB にいることで誰かが笑顔になれてるのであれば、なんか頑張ろうと思いますよね。頑張ろうっていうか、これからもいろんなことに挑戦したいなと思うよね。いつもありがとうございます。いなくなったら毎日泣くかもって言ってそれはやばい。そういうのはね、時間が解決するんですよ。急にあれだけど、まあね、私は何があってもファンの皆さんね、大切なので、セリちゃんいなくなったら生きがいゼロって嬉しい。毎日元気をありがとう。いや、それはね、こちらのセリフ。だって私が、いや、これ結構言うけど、起きた時に755におはようって来てるのがちょっと面白くて、いつもなんか毎日毎日私がおはようって言う前におはようって言ってくれて、で、あー嬉しい、今日もコメント来てると思うじゃないですか。で、私がおはようって入れたらもっとコメントが来るじゃないですか。なんかそういうなんか大好きみたいなコメントもめちゃめちゃ嬉しいし、長文のコメントもすごく感謝して読むけど、なんかおはようみたいな、そのたわいもなさすぎるその挨拶が毎日毎日来てるっていうのが嬉しい、こんな私のために。そう、わざわざおはようって入れてくれて、おはようと思って。あとなんかまだ寝てるのかなとかさ、ちょっと面白いね。
いい関係できてるね。アイドル卒業したらその日常もなくなっちゃうのかなってきてるね。え、確かに AKB をもし辞めたってなったら755とかしないしね。 SNS も芸能界をもし続けるってなったらインスタとかはやるかもしれないけど、私一般人になるってなったら本当に SNS も全部終わると思う。まあ辞めること考えてないけどね。あのもしそう更新することないじゃないですか、だって辞めたら。だからだから卒業するまでの間、まだ卒業考えてないけど、もうこのアイドルという時間を大切に、ファンの皆さんと楽しい時間をね共有したいなと思います。もう全然まだ辞めないですから言っときますけど、考えてもないし相談もしてないし、その心配は今はいらないですけど、まあ、例えばの話ね。これはインスタの毎日更新も始めたばっかりだし一度も考えたことないの。いや何回か考えましたけども、で今は考えてないやっていうあのね、普通に活動はすごい楽しくてみたいな、そうなんで別に、そうです、なんかやりきってからやめたいよね。もう本当にもうマジでアイドル大丈夫ってなるくらいまでやりきってやめたいよね。そしたら多分後悔もないしっていう。あとはもしかしたらやりたいことが他に見つかるかもしれない、アイドルやりきったタイミングで。そうなったらそうあれだけどね。辞めるの決めたらなんとなく察してしまうだろうな。でも確かにずっと見てくださっている方は気づかれるかもしれない、私がね、次見つかってから卒業してほしいねって言ってるそうだね、いやもちろんそのつもり。で今は本当に歌って踊るのが一番楽しいです。本当にん、今日はねとりあえずね15時から16時ぐらいにランキング読もうかなと思ってます。16時過ぎとかでもいいけど。
モバメ一通になったら察する。いっぱい送ろう。モバメ一通になったら察するの。そういうこと？カモフラージュはやめてって。おもろ。モバメ来なくなるのが危ない。そういう感じ。みんなそうなんですか。卒業決めたらメンバーに言う。でも言うかも。今まで卒業したメンバーは分かった。そうなんだ。モバメの変動であれってなるよね。絶対いっぱい送ろう。絶対一通にならないように。逆に普通常の時一通でやめるって決めた時にめっちゃ送るとかね。それも逆に怪しいよね。まあいつも通り。逆にこの通常時一通だったらファンの人減りそう。やだやだ。ファンって敏感。いやーそうなんですね。急に長文になったり。うわ、普段短文だからな。やばいな。私のメールたまにしか長文ないからね。あまり配信しなかった人がいっぱい配信しだしたら危ない。そうなんだ。すごいね。書いてないけどやらなくなったら察するわ。もう一生やろ。そうなんだ。なるほどね。すごいね。麻雀の冠番組が見たいね。アイドル以外の仕事ってなんだろうね。え、でもセリちゃんは実業家になりそうって言ってる。で、私そんな頭勉強を今までやってきたわけじゃないんで、ちょっとあれですね。そう、一回フランでバイトはしたいよね。働きたい。一回フランフランで。そう。セリカちゃんは社長になると思うよって来て。いやなってみたいなっていう、あのなんていうの、あれはあります。社長やってみたいみたいな。まあ、だけどでも普通に時間とか絶対守るし、提出物も絶対に守るんで、その辺の常識的なことはね絶対にできるんで。そこは心配はないよね。
何かの会社に採用してください。めっちゃホワイトでしょうね。なんかでも、もしね、社長になったとしたら、その働いてる方々には楽しい人生を送ってもらうために、絶対に定時で帰る。で、朝もお昼出勤。ゆる。こう短時間でどれだけ集中できるかっていうところですよね。まあそんな無理ですけどね、私は。そんな潰れちゃうよって言ってる。確かにすぐ1年持たず潰れそう。色白なのにブラック社長なら確かに。13時から21時の定時はやだ。確かに。じゃあ11時出勤の19時とか。ちょっとでも微妙か。12時から18時とかの方がいい。むずい。夕方には帰りたい。どんな希望。夕方って17時とか。いやでも定時って17時ですよね、基本。確かに夕方帰ってちょっと一杯やって寝るぐらいのがいいですよね。でも電車が混む時間嫌じゃない？私本当に集合時間がさ、すごい通勤ラッシュの時もうわーマジかーと思って、もう電車ね、うわーマジかーってなる。2回目。うん、本当に。だから電車が混まない時間がいいよね。ね、最近ね、やっぱり電車とかも混み始めてるし。劇場公演見たいから15時退社でお願いします。確かに道路もめっちゃ混んでるってきてる。やっぱ混むよね。なんか最近めっちゃ混んでません？なんか新幹線もめっちゃ混んでた前。なんかね、そのコロナ禍でお仕事があった時に新幹線使った時はこんなに空いてるんだと思って、その空いてる空間に慣れてたけど、なんか最近また乗ったら、あーめっちゃ混んでるなーって。臨時の新幹線とか出てたりさして、と思って。これが通常だったかなっていう。それより混んでる気がするよね。わからないけど。ね、
GoTo 始まるからさらに混むかもってきて、年末年始ね混みそうですよねやっぱり。なんか混むっていうか、いろいろ経済がこう回り始めてさ、混むのとかは別にいいと思うんですけどね、そこでなんかマスクも外していいですよとかなったらもういやーってなりそう。だから今までより電車が混むようになった分、いっぱいうがいとアルコール除菌しないとなって思うよね。より意識を高めないとって思いますね。なんか街中のインタビューされてる人みたいになってるけど今ねえ。ニュースで使われそうね。たまにこういう発言してる人いるよね、なんか駅前で。街中の人はみたいな。でも公園では声出したい。確かにやっぱライブはキャーイエーイとか言いたいよね。めっちゃわかる。ね。なんか昔のコンサートとかもたまに見るんですけど、コールがあるのってなんか嬉しいよね。あ、今セリカって聞こえたとか、なんか嬉しいと思う。なんかやっぱ今はやっぱ慣れてしまってるけど、コールがないことに。だけど最初はめっちゃ違和感だった。47とかもガチ恋工場っていうなんか定番化したさコールがあって、なんかそれってがあって当たり前っていうか、昔はライブの時はファンの皆さんがそうコールをして一つの曲が出来上がったみたいな感じだったけど、ライブではだけどコロナ禍になってもう声出し禁止ですみたいななってから、なんかレッスン上で47踊ってるみたいな感じで、なんかねスーってした体が、あ、コールないんか、そっかそっかみたいな。逆になんか外イベントとかで声出してる人とか見ても、あ、あれあんま声出しちゃいけないんじゃないのって思うのも嫌だ。なんかまあ、でもライブができてることが今はありがたいんですけどね。本当に前はライブもお家だったからそれよりは良かった。もう時間じゃない？そろそろ16時半には終わろうと思っているんですけど、今何時でしょうか。特にエイトはコールできる曲が多いよね。楽しい。ああよかった、それは嬉しい。あ、15時57分だって、ちょうどいいですね。ちょっと違う時間送ってる人いるけど。撮影可能イベントとかもねいいよね。
みんなが可愛く撮れた写真だけ SNS に載せてさ、なんか来れなかったファンの皆さんがおーってなるっていう。撮影可能イベント楽しいよね。12月4は撮影可能かな。多分全然撮っていいと思います。禁止になるようなイベントではないはず。寒そう。大阪今めっちゃ寒そう。前回撮れたからいけるでしょ。確かになんかね、献血のイベントは基本なんか撮影みんなしてるからいいと思います。エイタの日も撮影可能だね。あ、そっか、なんかおしゃれしてる時はいいんですよね。おしゃれというか私服の時なんか一眼レフも OK みたいな。すご、何着ようかなと思って昨日も帽子 見に行ったけど、洋服も見たんですけど、なんかどういうのがいいかなって考えて結局買わなかったけど、そう悩み中。16時ですね。ありがとうございます。ねえ、夏の時は何着るか決めてた。あ、決めてた。買ったんです、服も。なんかその夏8月8日に ある予定だったコンサートの時はなんか普通に夏服がなかったのと、なんか買いに行こうと思って、でなんか買った中から選べばいいかなと思ってたんですけど、買ったその日になんか自宅待機みたいになって、でその数日後にあ、ちょっと私もしんどいかもみたいになってなくなったコンサート。そうです。でも季節が違うからね、もう1月なんてめっちゃ寒いじゃないですか。だからどうしようかなみたいな。シロップのイチゴに意味あるの？ないです。可愛いなと思ってイチゴ。あとなんか履歴、なんか絵文字とか履歴残りじゃないですか、これ使いましたみたいな。あそこにあったんでイチゴ。ねえ、それじゃあね、そろそろランキング読みます。13位、園田長崎アットせいちゃん、今日の配信も楽しかったさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、のんたアット AKB 劇場でまた会いたい、11月1日公演よかったさん、ありがとうございます。嬉しい。11位、トレオヤジアット最近寒いね、そうだねさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、恋さんアット
セリちゃんのプライベートメール楽しみにしてます。さんありがとうございます。書いてないけど、9位まさのぶアットお話し会に早く行きたいなさん、ありがとうございます。書いてないけど、8位吉本レッツアットセリカ社長に一生ついていきます、セリカラブさん、ありがとうございます。イエーイ。7位アッツアット幸せリカセリちゃん大好きさん、ありがとうございます。嬉しい。6位ヒラッピーアット明日のヨコちゃん卒業公演頑張ってねさん、ありがとうございます。書いてないけど、5位ジェームズドボンアットドボンでセリちゃん推しになってたさん、ありがとうございます。イエーイ。ドボンもまた今度します。7位、7位じゃない、4位7番目のおっさんアットセリちゃんの配信はいつも元気が出ますさん、ありがとうございます。書いてないけど、3位ケンジアットセリカの単推しですさん、ありがとうございます。嬉しいです。2位ジェイアット今日のレッスン頑張れさん、ありがとうございます。書いてないけど、そして1位は淡路の黒ひょうアット風邪ひかないでねさん、ありがとうございます。気をつけます。皆さんも風邪気をつけましょうね。それでは、少しアフタートークをして終わります。アフタートークナウ。今日はお昼朝起きて755におはようって入れて、で寝てお昼に起きて、アーモンド効果を飲んで、あ、くるみなんかパンみたいなのを食べてました。あとゆで卵も、あ、そうそう、寝たんですよ。おはようって言って、でも私本当はお昼に起きる予定だったんです。もともと目覚ましが12時ぐらいだったんで、で多分私10時ぐらいにおはようって入れたじゃないですか。だからあ、目覚ましまで時間あるわと思って、そう、そういう感じ。朝も起きてから昨日下書きしてたんで送りました。ちゃんとそう下書きもしておはようってメール、最近ね朝のメール下書きしたらおいいやんと思って、下書きしてないといつもお昼ぐらいから送っちゃうから、できるとき思い出したら夜に下書きします。最近のルーティーンだから朝寝ぼけて5時することないし、昨日私何時寝たかな、でも1時2時ぐらいかな、多分平均ぐらい。登録したけどメール来ないんですけどって来てる、嘘、送ってるけどなんで届かないの。てっきり起きて洗濯や片付けしてるやと思ってた。いやまあでも起きてお昼に起きた
とはいえ床掃除もしましたし、軽くメイクもしたし、髪もちゃんとやったしね、やることはやってますそう、また床掃除したのまたって言わないの。毎日ね、髪がね落ちるんですよ、切れて。だからね、しないといけないの、もう髪がね。しかも私結構床でストレッチとかするんで、そのなんていうの、そうだから気になるんですよね、髪の毛とか落ちてたら。そう、床白いし、だからちょっとね、ペット飼ったらもっとすごいよって人ですよね。なんか欲しいなと思ったりもするけどね。ルンバをプレゼントしてあげたい。そう、ルンバ欲しいんですよね。潔癖症並みに綺麗好きなんだね。そうだね、潔癖症まではいかないんですけど、綺麗好きですね。綺麗な部屋をキープするのは大事ですね。そうです。なんか昔は全然部屋が片付いてなくても、例えば勉強机の上がもう教科書で山盛りになってたとしても全く気にならなかったし、なんかもう掃除はもうママが全部やってくれてたんで、なんか本当に気にならなかったけど、だけどだんだん年を重ねていくにつれて、なんかやっぱ掃除し、ママが掃除してくれてて、帰ってきたらすごくなんか気持ちいいし、しかもちょっといい匂いするんでいいなと思って、自分も身の回りのものは片付けるように心がけてたら、なんか最近はそうどんどん綺麗にしたいって思って、そう必ず毎日ベッドもね整えるし、もう今までもう本当気にならなかったから、ベッドとかぐしゃぐしゃでも、でも最近気になるようになって綺麗にし始めて、そうなの。髪も落ちてたらね絶対拾いたいしね。そう、ママのおかげです、私がこんなにプチ潔癖になったのは そうなの。食器もね、そうできればすぐ洗いますね。あとママにね、昔からなんかその物は出したらしまうってめっちゃ言われてたんでそれでなんかそう片付けも心がけるようになりましたね。はい出しっぱなしだったら言われるし、開けっぱなしだったら開けたら閉めるって言われて閉めてみたいな癖づいてきたね、やっと断捨離は得意やし、そう断捨離に関しては私が例えばこれあんまり使わないかもって判断したりするんですよ、物を。こっち側は使わない、こっち側は使うって決めてこれを捨てますってママに言ったら、別にママが
やこれまだ使えるでしょって言って救出しちゃうぐらい、もう何でもかんでもあのね断捨離しちゃうんですよね。もったいない世代だから断捨離苦手。ああね。断捨離ね、もったいないっていうか、なんか絶対に必要な、例えばファンの皆さんからのお手紙とかはもう絶対に必要なんで、それはもう絶対にいるじゃないですか。だけど自分が買って着ない服とか、なんかそんなに、そう1年間着なかったりとかしたら、そう誰かにあげたり、まあもう汚れてたら断捨離しちゃうよね。メルカリはね使ったことないね。なんか興味があって一回アプリ入れてみたけど、なんかすぐ消しちゃった。ね、もうでも大掃除の季節だからね、断捨離ができます。でも普段から結構ねコツコツ断捨離してるんで、そんなにねあんまり捨てるのもないんですけど、そう捨てすぎ注意。それな、でも結構本当に考えてやってるんでね、そこは安心してください。それではそろそろ終わろうかなって思いまーす。大阪旅行してみたいんだけど、万博公園以外でおすすめは、まあ一番は太陽の塔だけど、ユニバとかじゃないやっぱり。めっちゃ定番っていうね。あとは道頓堀とか、大阪を味わいたいならね、道頓堀に行くと、おおこれが大阪かーってなると思います。はい、たこ焼き食べてきてください。じゃあまた次いつ配信できるかな、今月あと1回ぐらいできたらしようかなと思ってるんですけど、また来月になるかも。というような感じで今日もありがとうございました。また明日劇場頑張ってきます。ありがとうございました。またね。